ユニバクア愛の水銀遅延線遅延記憶装置とは、媒体が音はなどを伝える際の遅れを利用し、信号を循環させ記憶装置として使用するものである。種類によっては、遅延線記憶装置という。技術的にはレーダーで使う、信号処理技術などから生まれたもので、黎明期のコンピュータでよく使われた。構成方法にもよるが、例えば加算機に直列加算機が使えるなど、 部品数を抑えて多くの情報を扱えるコンピュータを作ることができるという利点がある。これは安上がりという点だけではなく初期のコンピュータの多くが苦労した信頼性という点でも重要である。黎明期のコンピュータで主記憶装置としてよく使われた遅延記憶装置が水銀遅延線である。 アナログ信号処理デバイスとして使われていたものであるが、デジタル計算機のための記憶装置としては、エニアックに関わったジョン・プレスパー・エッカーとによる。水銀の中の超音波を利用する。英語ディレイラインメモリーから、遅延線の語があるが、線というより管であることから、水銀遅延管とも呼ばれる。英語でも、マーキュリーディレイチューブとしている例が見られる。タンクの語を使うことも見られる。 水銀を詰めた管の両端に圧電素子を取り付けた構造をしている。片方の素子に信号を入力し、圧電効果による振動で超音波を発生させる。超音波は水銀を媒体として管の中を伝わり、反対側の圧電素子を振動させる。振動させられた圧電素子は圧電効果により電圧を有機するため、ここから 入力信号と同様の波形を持つ信号が取り出せる。これを増幅して、再び入力側に戻すと、信号が循環して、記憶装置として使うことができる。この操作について、当時の用語では、英語では、レゼネレーション、日本語では訳して、再生などと表現されている。水銀遅延線は、初期のコンピュータに用いられ、江戸サッケやエドバック。 ユニバクアイで採用された。また、日本初の電子式コンピュータ、フジックにも、水銀遅延線が使われている。水銀以外に、記憶装置として使われた媒体としては、ETL マーク3などで使われた、ガラス、磁性代ワイヤーを使った、ワイ遅延線、ETL マーク4で、タイミング調整用に使われ、キタック5020でレジスタに使われた、同軸ケーブル内を伝わる。 高周波信号の遅れを利用する電磁遅延線がある。固体遅延線や電磁遅延線は記憶以外にアナログ時代にはフィルタの部品としてよく使われカラーテレビなどのために大量生産された電気部品でもある。ヒタック5020のそれには製造元である日立のテレビのものが使われたという例もある。また循環型で大容量のレジスタを作るために 磁気ドラムのトラックの一部を遅延線のように使うという手法があり、日本ではマルス1で使われたという例がある。変わったエピソードとしては、モーリス・ウィルクスによれば、水銀より安い媒体を1947年に検討していた際、アラン・チューリングがジンを提案したというものがある。アルコールと水が室温において温度係数がゼロになる割合で含まれているからだという。 遅延記憶装置において温度変化により動作速度がずれることは問題であり高温層を必要としたといった話があるがフジックでは逆転の発想で水銀遅延線を動作させるクロックの速度を温度に合わて調節することにより解決している波の伝搬といったような物理現象を利用しているわけではないが使い方としてはシフトレジスタも少し似ている また近年の研究としては、NHK 放送技術研究所による、微小軸記録デバイスは、次世補素線中を移動する軸を利用するもので、支援記憶装置に似ている。ウィルクス時点12章、P156 情報、処理学会コンピュータ博物館によれば、金石社研究所の協力による開発 GY、支援線の解説と実装例は、中野薫、脳を作るのピアニッシモ、 137から 138P144 にある。自和遅延線が ETL マーク4で使われたとしている Web ページがあるが、開発者の一人である高橋茂著、コンピュータクロニクル P14 には、トランジスタの速度を下げたため、動作速度を下げると、容量的に不利な遅延線は止め、磁気ドラムを採用した、とある。 日本のコンピュータの歴史ピアニッシュも155から172第8章マーズマイナス1悪夢チューリング章講演集、P235 なおウィルクス時点 P169 によれば生成された水銀ではなく商業用品質のものを使用したところタンクごとに音速が違うという問題が出たとあり媒体はそうなんでも良いというわけではない 同書 P176 にはおそらくこのチューリングの提案を指して、彼の能力の範囲外という言葉があるので、独創的というよりは既案に属するようである。 日本のコンピュータの歴史 p69https コロンスラッシュスラッシュ www.nhk.or.jp スラッシュ strl スラッシュビジョンスラッシュ r6 スラッシュ r6 ダッシュ2ダッシュ1ドット htm ありがとうございます。